山川さん、逆転ホームランを打ちそう。知人女性への強制性交の疑いで書類送検されている、西武山川穂高内野手。文春オンラインによる事件の報道から今月11日で2ヶ月が経過。東京地検による起訴か不起訴の判断は月内にも下される可能性が高いが、放送関係者の間では不起訴の観測が強まっている。山川が不起訴となれば試合復帰もあり得るが、その場合、再燃するのがあと17日に迫った国内フリーエージェント権取得と、かねてから噂されていたあの球団への移籍だ。スポーツ紙の西武担当記者はこう明かす。不起訴を確信している山川は、今回訴えられている知人女性を逆に訴えようとして、それを球団側から止められて断念したという話です。山川は性行為が無理やりではなかったということをよほど確信できる証拠を持っているらしい。山川が不起訴となった場合、西武はどんなスタンスを取る可能性が高いのだろうか。プロ野球のベテラン記者がこう分析する。西武は2007年、それまでのスカウト活動中に、アマチュア選手に対して不適切な金銭強要を行っていたことが発覚して、その年の高校生ドラフト上位に選手の指名権を剥奪されました。ドラフトが始まって以来、初めてという不名誉なことだったので、それ以来、選手のコンプライアンス違反に対して球団として厳しい姿勢を打ち出してきた。今回の山川に当てはめると、不起訴でも山川が退団する流れを作るのではないか、という見方がありましたが、不起訴になれば強制性交の事実は認定されなかったことになる。しかも、山川が一貫して言い続けてきた、合意があったという主張を球団側も支持することになれば、一方的に解雇する理由はなくなるので、山川が本調子に近い状態に戻せれば、ファームで塩漬けにしておく必要もないでしょう。仮に、不起訴の判断が7月中に下れば、山川は8月中旬から下旬にも一軍復帰が見込まれる。その場合、残り17日に迫っている国内 FA 権のシーズン中の取得は十分に可能となり、かねてから取り沙汰されてきたソフトバンクへの FA 移籍が再燃する。昨年のオールスターでは某球団の主力同士が、アブー、ソフトバンク行くってよ、などと噂話する音声が日本野球機構の公式 YouTube にアップされたこともあった。山川は今回の事件で球団やスポンサーに対して迷惑をかけていることは自覚しているようですが、一方で、自分が主張していることを信じて守ろうとしてくれなかった球団に対しては、少なからず不信感を募らせているようなんです。球団が用意した弁護士ではなく、自分で弁護士を選んだのがその証拠の一つです。不起訴で決着がついたとしても、また新たな嵐が起きそうな予感だ。山川大勝利へ。もう西武にはいられんやろ。セカンドチャンスを与えられる球団でありたい。まあ今年は出るのは無理やろね。いや出るやろ FA で。FA 権まだ取れてないんですよ。オールスターでバウアー VS 山川見たかったよ。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。